わしやがな。マフィア梶田です。お前はわしやがな。中村一です、天竜さん。天竜さんじゃないの今のは。あのどの枠の芝居聞いたことないです。中村さんアニメでその声、まあ、誰でもいいんですけど。ちょっともうそろそろ限界かな。もうあのねこれ気づいたのよ、はい、わしやがなっていうこの関西方面の言葉のせいで、はい、キャラクター像に幅がないんだよね、さすがプロ視点。そうなのよ、お気づきになられましたか。どうしてもやっぱキャラ付けの方向性が固まっちゃうから、うん、これでなんかねこうかっこいいみたいなのもちょっと違うじゃん、はい、まあとりあえず今回はですね、うん、番組の方がですね、うん、めでたくあの、うん、皆さんのおかげで収益化が通ったと。ありがとうございます。いうことでですね、ここでね、うん、我々のこのバックに立ってる一人、はい、ムービックっつうのがいるんですよ。ありますね、それこそわしやがなと、わしやがなムービックやがなと。そうですね、わしはお前、はい、なんでここにおるねんっていう状態になってるわけですよ、はいはいはい、で僕はもうちょっと何度か言ったんですけども、うん、広告収入とかで、うん、そのスタッフを食わせたいっていう話最初にしましたけども、うんうん、グッズを作りたいなと思っている部分があって。もちろん想定しておりますよ、それをこう皆さんに提供して、うん、まあ、それを買ってもらうことによって出る売り上げで、内容を見たら気づかないと思うんですけどね、うん、コストがかかってるんですよ。かかってます、めちゃめちゃかかってます。そうなんですよ、なのでそういうところにね、うん、回るようにもしていきたいなと思った上で、はい、今日はグッズ会議をしたいなと思っております。そんな中ですよ、はいはい、そんな中で履き違えてるんですよ。え、履き違え、福部の野郎が履き違えてるんですよ。チャンネルのメイン層30代男性向けグッズ。だから僕ちゃんこれやめようよ。僕ちゃんこういうやり方やめよう。儲けるって言うたやんけ。もう30代男性に限定してどうやって金稼ぐんじゃい。的を狭めるのやめよう。確かにね、今のところね、うん、現状まだ、うん、まあ、これがちょっと配信になってる時期は分かんないですけど、うん、これ収録今4月なんですね、はいはい、4月現在ですと、まあ、確かに男女比相当男子高いです。年齢、まあ、結構中年です。疑いようのない、はい、アナリティクスという疑いようのない証拠が存在する。違うこと言わなかった。カジラ君やばいこと言わなかった。言ってない言ってない、アナリティクス。ああよかった、うん、アナリティクスですからね。そうですね、はい、そのアナリほら、はい、アナリ中村さんのせいでちょっとカメラになっちゃった、はいはい、それでですね、アナリティクスから算出したんでしょうけれども、はい、うん、やっぱりね、幅広い年齢層に対するグッズを用意したいんですよ、うん、でもブクちゃんがね一応考えてきてはいるんで、うん、まあ、見るだけ見てみようと、まあ、うん、使えそうなら使うよ、はい、だいたい30代男性が欲しがるもんってなんだよって話なんですけれども何これわしゃだまんって何これはダメだろ、ルービックじゃねえだろこれ。ビー玉が出るやつじゃん。これはお前漫画再販するときにデザイン変えられるほどきついんやぞ。あとさ、うん、かかるコストに対して絶対売れないじゃん、うん、絶対売れない。これ結構ブクちゃんコストかかんのよ、金型、うん、金型ね、うん、なんでこバンダイさんが強いかっていうと、うん、その体力の問題なのよ。他のところはね、金型もね相当コストかかるから。そうですね、次の見して、じゃあ次だからバンダイじゃねえか。はい、わしゃごっち、わしゃごっち意味語だよこんなもんお前。俺なんかもうユーザーの方に行っちゃってるから。そうですね、30代40代男子の方に行っちゃってるから。これどうなんだ、今意外とコスト安いかもな。でもなんか今作るのどうだろうね、ああいう電子ゲーム。これなんだ、分割されてるの、めくれるようになってる、うん、こっちめくる、だから変わらねえじゃん。わしゃもん、これ2つ以上集めたら合体するやつ。なんか対戦かなんかできるやつ。刺さるけど30代。これ長間さんの頃はもう大人でしたよ。俺はもうわしゃもんの頃は遊んでないね、うん、ですよね。俺これリアルタイムなんで、わしゃもんだって2作目ぐらいでオーディション受けてるから、そのぐらいの年齢の時だから。じゃあもう大人だわ。野沢雅子さんのやられてたやつ、うん、時にはオーディション受けましたよ、わしゃもん。野沢さんのキャラ中間さんも受けた。違う違う、野沢さんのキャラがいた時のなんか人間の一人を、うん、なるほど。じゃあ中間さん的にはちょっとあんまりいい思い出じゃないです。落ちた、いい思い出じゃない。いや、いい思い出ですよ。あそこのオーディション面白いんですよ、はい、みんな揃って掛け合いで撮るっていうね、なんか、はい、なかなかいいオーディションをすごい大事にしてる感じで、しかも結果がね、うん、その日に出るんですよ。え、当日中？怖いんだよ。だから終わるでしょ、はい、あ、じゃあ何々さんと何々さんと何々さんは大丈夫です、お帰りくださいって言われたら落ちたってことなの。
居残り式なの。怖ー、それへこみますね。後にも先にも、うん、このわしゃもん時だけだよ、うん、わしゃもんではないけど時だけだ、はい、そうですね、うん、面白かったあれは。でも教習所みたいだな俺。だからすごい何にもしてなかった新人だったけど残ったのよ、はい、あすげえ。最後の3人ぐらいまでは、うん、最終オーディションまではぐらいは残った末落ちましたけど。惜しかったですね、まあ、そんなこともありましたねっていう、はい、わしゃもんね、わしゃもんダメだから、はい、はい、あーギターリング懐かしい。ごめん俺全く刺さんないけど。めちゃめちゃ懐かしい。これは30代だと刺さるの。これ何するの。あのジターリングは指でこのリンゴをピンって弾いて、この、ま、ついてるやつ。そうです。そしてこのリンゴを手前にこう、あなんかこうこう回すやつ。回すんです。そしたらあのジャイロ効果かなんかでリンゴが回り続けるんですよ。でその回り続けるリンゴを楽しむっていう。楽しむんだ。何が楽しかったんだこれ。分かんない、今の説明だとすげえなんかもう何も面白くないんだけど。何が楽しかったんだろうマジで。ジャーンみたいな音。そうジャーンってやって、そうジャーンってやるとジャーンってなるんですよ。そんなわけのわかんないもん作ってどうすんだよ。あとこれちょっともう一回絵見して。はい、どこにワシャガナの要素が入るこれ、まあ、ただのジターリングですよねこれは。あれでしょ、だからそれが入るパッケージにワシャガナ TV って入るだけのやつだろ。それはどうだろう、ヒゲ剃りのパッケージにアニメキャラがいるだけみたいな。ボツボツ、うん、ワシャなんかお土産屋にこんなの置いてた。こんなもう思いつかなくなってきてなんか何これ、中で なんだっけこれ、あのジージージージってあの機械音立てながら動くやつだっけ。ああオルゴールのやつみたいな感じで開けると中でジーってゼンマイで。こんなもんあったな。でもこれトップクラスにいらないもんじゃない。買った後になんでこんなもん買ったんだろうって思うやつじゃん。これはガチャガチャだね、やめて、何種類か用意してシークレットも含めて。しかも何種類っつって もう色違いぐらいだよこんなん作れんの。確かに。その中の人形なんかいっぱい作るコストかけらんねえかな。あとキャラが今んとこ2人しかいない。永遠に2人だよなんで増えててね途中からいや番組特製オリジナルキャラクターとか生み出していければいいなと思ったんですけどね。これはよくあるあの VTuber 作る、うん、いいっすね。俺らがやる頃にはブーム過ぎ去ってそうですけども。つれ話になるからやめろ、はい、じゃああこれで終わり、おしまいですね。もうちょっとね、はい、これいいんだけど、そのムービックさんは絶対こんなもん、うん、いらないから。ムービックからは出ないもんばっかだな。ブクちゃんの案は全部クビで、はい、ボツです、はい、ということでね、せっかくなんでそのスポンサーであるムービックさんのサイトを見て、はい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 、現状ほら俺らさやっぱりさ、うん、グッズをいっぱい買ったり集めたりがさ、うん、ちょっと変な方に偏ってるじゃない。そうですね。であとブクちゃんの言ってるその30代男性、うん、もうこれ逆に切り捨てるから10代から20代女子を狙うグッズをね、はい、グッズからアピールしていく、うん、分かる。これ見てる30代男子、うん、分かりますか、はい、俺らだってそういう方向に行きたい。そうなんですよ、あの30代男子お前らと会う話をしたいけどそれだけじゃなんか心にぽっかり穴が開いてるのよ。もうあなたたちの指示があることは受け入れる。その分新しい新規層を取り込みたい。仲良くしてだからそこはそこで仲良くしてということでね、ムービックさんのサイトで、うん、あの流行りのグッズを見て、うん、それをパクっていきます。はい、でちょっと僕はそういうふうに思いついたんで、じゃあここ映りますか画面って。ということで出ましたね、はい、ホームページこちらになりますけども、これ上のホットワード見てくださいよ、うん、アイドリッシュセブン、名探偵コナン、鬼滅の刃、アンスタ、ハイキュー、ヒプマイ、おそ松さん、五等分の花嫁、ヒロアカ、夏目友人帳、ほぼほぼ女性コンテンツで占められてますね。そういう感じなんだね、うん、ムービックさんのは。結構やっぱり逆にじゃあその男性 そのアニメファンとかどこで買うの、うん、いやでも五等分の花嫁とかはでもそうか男性向けなんですよ、ま、間違いなく。ちなみに見ていい、うん、ここの参考にするだからさっき30代男性は切り捨てていくっつったのに、あそうだ、もう完全に男性向けを想定してる。じゃあどうしようね、違うの、まあ、うん、やっぱり今鬼滅かな中村さん自分が出てるやつ入ってんのにそこ行かないんだな、これこの辺の話そうですねこの辺の話でしょ鬼滅かな、まあ、いやこの辺もいいのよ、うんうん、いいけど、うん、あえてここにしよう、あえて鬼滅、はい、特集ですよ、特集ページ、特集を組まれてますね、はい、まあ、やっぱりリフォルメされたぬいぐるみ、ぬいぐるみはやっぱ T シャツですか、うん、あパーカー、パーカーデザインから見ても女性向けっすよねこれ。
どう見ても。でもこれだって女の子のキャラでしょこれ。あ、ねずこですね、はい、あ、ウィッグ売るのいいかもしれないですね。カジタ君のウィッグお前がウィッグ必要だろっていう状態だけど、カジタ君のウィッグ売る。いや、逆転の発想で、うん、まさか俺のウィッグ売るとは思わない。カジタ君のウィッグは多分もう普通にアマゾンとかで買えると思うノーブランドで買えると思うドンキとかで売ってるから、うん、あ、あとこれジェットストリームで作ってんだ。何ですかジェットストリームって。あの、ペンか。ペンのブランドですよ。うわ、おしゃれ。声優さんは結構ジェットストリームだよ。声優さんよく使ってるんですか。声優さんジェットストリーム率高いですよこれ。メモしやすい。なんかね、色の数とかね、あと太さのバランスが良くて使いやすいのよね、うん、へえ。マスキングテープとか意外といけんじゃないですか。マスキングテープ欲しい。マスキングテープはね、俺あの女子大人気なんで。何に使うのこれ。ノートとかにペタペタ貼ってんすよ女子は。だからこれでブクちゃんの絵で俺らをマスキングテープにして売れば意外と売れるかもよ。あとコスト、原価が安い。販売価格も400円だからね、うん、30代男性は使わない多分。30代男性だからプラモ作る時だよ。プラモの塗装する時のガンプラの。だから、うん、はっきりして消耗品だよ。いいですねブシャーって汚されてビリビッて剥がれてポイってやるやつだからね車とかバイクのカスタムするときに使ってほしいですね、マスキングテープね、うん、ちょっとでもごめん、あの鬼滅の刃やっぱ俺らのコンテンツとは違ったわ。これは実写系の方を調べてみた方がいいっすね。実写系俺らアニメ系真似しようとしても難しいから。酒売ってるね。うん、ビールだって。ビールか。俺アルコールアレルギーまあ俺もアルコールアレルギーなんですよね。酒は好きなんですけども飲むと真っ赤になるんですよ。作れないじゃんこんな飲めねえやつが酒売るってそうなってくるともうストレートに。おそ松さんですよ、おそ松さん。あのグッズの数に定評のある。もう出てないもんないでしょおそ松さん。まあ、うん、それを言われると痛いな多分もう手に入りきらないくらいの量のグッズが出てるんで 何かしら参考になると思います。まあでも今は絞られてんじゃない、うん、新作をやってるわけじゃないからね。何あ、そう、おそ松さんはね、擬人化が、擬人化っていうの、はい、あの何か の, そのコスプレ系が多いのよこれ。多分犬になってんじゃないの。松犬。どこにも、すげえな。どこにも何のあれもないけど、これとかほら、もうこれ犬でしょ。ジャンルの可能性無限大じゃないですか。ほらほらほら。いやそうだよ、あの遊びのね幅がめちゃめちゃあるのよ、うん、はあ。俺らも混ぜてもらえないですかね、おそ松さんグッズ。だってコラボでウルトラマンってやったからね和社松さんってちょっと中村さんから話し上げてください。和社松さん。和社松さん2で2で、そう入れても3でしょそうですね。もうじゃあ第二形態まで出てくるよ。ええ、和社松さん6つ子作るには。うん、カジマツとマフィマツがいるの分割すればなんとかなるかな。つまりあの6人揃ってるのに似てないんだよね。ハゲが2人いるんだよねスキンヘッドが2人いるんだよね。あ、じゃあ両片方グラサンかけてる、片方グラサンかけてないで差別化しよう。グラサンはもうあの俺のやってるカラマツがそうだ、かぶっちゃうな。かぶっちゃうんだよ、カラマツとキャラかぶっちゃうんだよな。そうか、ちょっとここ川ちゃんだ、離れますか。あ、そうだね、お前カラマツだな俺カラマツ、ね、お前カラマツファッションだな。あ、そうだよ。それで思うんですよ、俺カラマツが、うん、あのすげえディスられてた時期に、うん、すっごいカラマツ、カラマツ、カラマツファッションって言われて迷惑してたんですよ。傷ついてたよ、うん俺の方が先なのにって。なんかごめん、グラサンで顔じゃ俺の方が先なのに、ね、あいつ痛えなって言われるたびに傷ついてたんだ。あいつの格好痛えなって言われるたびに俺はどないやねんって話になるんですよなあ、ごめん。いやー本当傷ついたわ、ね、あの時は。でもまあ例えばさ、うん、こういうキーホルダー、うん、ちょっとひとひねりあるようなキーホルダーとか、はい、あとさっき話してて俺ね、今日適当に家にあったもんだと思ってさ、これエプロン、ちょっと立ってみてくださいよ、これ、ね、これメタルスライムかな。メタ、多分色的にメタルにしてる、うん、これドラクエの、うん、こういただいたやつなんですけど、うん、収録の時に、うん、こういうのがあるからこういうのもありなんじゃないっていう。家で使えるし意外とありかな、うん、だってメイン視聴者層 の, その30代男性って大体独身でしょ、うん、なんでそう思いました。俺だって独身だもんみんな独身だろう、だからあ裏切ってないよな。そうか、うん、俺たちを裏切ってないよな。突然とんでもないファシズムが飛び出しましたけれど気をつけようかな。わしゃ柄の世界ものすごい厳しいな。まあでもありですね、独身向けを検討した方がいいかもしれない。となるとやっぱり自分でね、うん、使うようとして別にエプロンがあってもさ、うんうん、自炊していく上で使うかなとも思うし、日用品はありだな、うん、タオルとか、うん、
あとね俺そうだ作ってほしいのはその T シャツと、うん、あと上に羽織るようなものはね作ってほしい。あ服はマストっす。アパレルはマストで欲しい、うん、アパレルはねやっぱりその別に男性女性も関係ないし、うんうん、あのあった方がね僕らもあのあそういう今日はそういう日なんだってそう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 主張ができるじゃない。俺ら今私服できてるけれどもこれから服装固定できると楽ですよね。そうなのよ。だからあこのパーカーでこの T シャツで写ってるから、うんわしゃがらの何かをやってるんだなっていうのがね、うん、伝わるっていうのも一つのアイコンとして大事だと思うから、うん、ということでね、うんもう案も出揃ったということで出揃った出揃ったかななんて言いたいんですけど、うん、まああくまでここでは雑談ベースだったんで、うんうんこれから先多分本格的に会議をして、うん、まあでもさっき言ったような着るものアパレルは、うん、マストで我々が欲しいっていうところで作るとは思うんでその他になんかね希望があったらやっぱり皆さんのそうですね、こう意見聞きたいなと思いますね。コミュニティのタブでまた、はい、欲しいグッズはっていう質問を出しますんで、はい、そこにぜひ返信する形で投稿してください、はいそうですね、ぜひよろしくお願いします、はいはい、ということでチャンネル登録そしてツイッターのフォローの方よろしくお願いします。いいねもねお待たせしましたわしゃガチャですね、うん、さあ行ってみましょうか。エリスさんからですね、うん、私はブクブ先生と同い年なんですが昔サラリーマンのおじさんを操作してみんなで遊ぶゲームをやっていたんですけども、うん、タイトルが思い出せません。皆さんで盛り上がった思い出のゲームは何ですか。前半と後半はもう違う内容です。サラリーマンのおじさんで遊ぶ俺の知ってる中だとそのプレステ1のとんでもクライシスっていう、はい、俺それ知らないな。ゲームどんなゲームなんですか。それはお父さんが出社するところから、うん、弾に追っかけられたりいろんなトラブルに巻かれるのよ。それをこう切り抜けて出社するっていうドタバタギャグゲームって感じ。そんな感じ。それでミニゲーム集なんだよね。あで帰りはまた帰りであるんだけど家族も出てきたりしたけど多分とんでもクライシスじゃないかな。それかな。俺一瞬思ったのが破壊をサラリーマンのおっさんが突然ブチ切れて街中で暴れてやがて巨大怪獣に変身していくっていうゲームなんですけど、やってんのかなこれ。多分女性だぜこれ多分。違うか。破壊をやる。それじゃないか。まあでも何せこれも答え出ませんもんね。うん。一方的に来てるからまあそうですね。答えくらい用意しといてほしかった。そうなの、ねうんね、これはもう分からないんで分からないということで、うん、みんなで盛り上がった思い出のゲームってあるかっていうんだけど俺はねあるよ。もう俺専門学校通ってた時の寮でさ、うん、もう朝までみんなで寮でそのゲームをやって、寝ずに養成所というか専門学校行ってそんなハマったやってたね。マイクロマシーンズっていうのがあるのよ。知らない。どんなゲームですか。昔 PC エンジンであった、うん、あのモトローダをプレステに持ってきたようなノリのやつ。それ朝まで遊べるんですか。朝まで遊べる。マルチタップ使って最大何人だっけ6人とか8人とかで同時にやれるよ。おう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 。あれはね結構面白かったね。みんなでこれは天地を食らう石壁の戦いですかね。みんなで2人でそうだよね。マルチっていうかマルチでも俺の中ではもう2人もそのみんなに含むっていうか基本一人でしかゲームやってこなかったんで複数人でね、うん、複数人で遊んだってなるとそれが一番盛り上がった記憶があります。最大2人なの梶田君は。最大2人ですね。ギャラリーもいないの。友達がそもそも少なかったんで。なるほどね、うん、楽しい思い出だね。ブクちゃんは飛んでこないと思ったろこれちゃんとこれちゃんとブクちゃんもって書いてんだよこれ、うん、ブクちゃんベースのメールなんだもん。そうそうそう。スマブラどれ64の まあ梶田君がだって予想できることね。なんかスマブラはリア充のゲームっすわって、まあ、桜井さんには悪いけれども、うん、スマブラ大して好きではないです桜井さんに悪すぎるわいや逆なんですよ。俺桜井さんはカービィの人としてすげえ尊敬してます。俺は星のカービィを一人で延々と遊んでたんですよ、はい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 、だから俺の中で桜井さんは星のカービィの偉大な人なんですよ、うん。スマブラで桜井さんを知ってる人はにわかなんですよ俺の中では。まあ確かにね、うん、俺もカービィでした。そうそうそ そうな俺の中だと、うん、カービィの人なんですよ。わかりました、うん、ありがとうございます。じゃあそんなね桜井さんのゲスト来ていただくのを待っておりますからよろしくお願いします、はい、またお会いしましょう。